なかったことにすんじゃね、はい、なかったことにすんじゃね、銀行強盗ミッションの一部で、あのこれどう見ても強盗ではないんですが、あのまず最初にできる4人プレイのやつです、やりますね。なるほどね、殺戮大作戦、はい、まあ、重要人物を逃がせってことだね。プレイ、はい、あ、カオソさんを完成してます。あ、いいね、やだやだやだ、ビクビク、カオソさんのスーパープレイをぜひ見てください。そうですね、相当面白い。ちょっと悪いところがあったらやじっといてください。ピッチャービビってる。あのさ、お前らに一応言っとくけど、これ俺リーダーやって4万ドル出してるから失敗しないで。絶対に？あ、やばいやばい。やばいこいつら。130万だって、でもね、あの一瞬で消し飛ばせちゃう人とかいるから。まあそうだね。ちょっとそのヒョウ柄パンツすごい。でしょ？この胸のワイルドキャットにかけてるんです、このヒョウ柄。いや、違うんだよな。そのT シャツとズボンより言うとこあるだろ、こいつに対して。ゲワイエンキャット、一人では。あこれダメだろ、これ。これもう失敗するだろ、このメンバー。なんだこいつら、この絶対失敗するじゃん、これもう。最後の人すごいわ。あ、カオソは胸に虎がいる。いいね。そうそう、私あの、あれなんだよ、肉食系。いや、強盗する気ゼロだろ、こいつら。なんだこれ。ゴルペサしてんのじゃねえか、勝手に。俺誰ルビカンテ、ルビカンテ。私、バルバリシア、バルバリシア。あ、バルバリシアだ、いいよ。誰かどれでも。え、じゃあ俺、カイナッツォがいい。まあ、カイナッツォっぽい面してっけど。あ、じゃあ、あの、赤鬼さんがルビカンテね。ルビカンテ、ルビカンテね。スカンツォ。ちょっと、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 だから、あれだよ、あの、なんだっけ、あの人。あの、野毛源さんはのゾンビ。あのさ、いいからお前ら話聞けよ。失敗しちゃうだろ。何の接点があったのこいつら。風何でしたっけ、風。風バルバリ。いいから。これ目指してるのだろ。あのね、唯一の高一点です。お前ら聞けっては失敗したら4万ドル飛ぶんだって俺の。俺の4万ドル。あれなんか、もう一個言ったでしたっけ。あの、亀みたいなやつ。それカイナッツォ。カイナッツォ。カイナッツォはメスじゃないでしたっけ。メスじゃない。カイナッツォは亀です。亀か。ほら、みんな見て。ほら、ゲーム画面のやつらみんなちゃんと話聞いてるよ、ほら。カメです。カメです。そう、まず必要なのはカイナッツォ。サンダークラッソ。カイナッツォ得意技はまず飛行機をゲット。飛行機をゲット。あ、みんな言って。はい、カーソー言って。飛行機をゲット。はい、言って。何が最初に出てくるのはあのゾンビ。カイナッツォ。走って出てくるの。裏からバックアタックしてくるから気をつけろ。バックアタックもそうつ。ファイナルファンタジー4情報言わなくていい。名前が丁寧に言わなくていい。隊列をちゃんと前後入れ替えておかないとバックアタックされるから気をつけておけ。違う。違うやつ始まった。違うやつが始まった。ちなみにあのゾンビみたいなやつにはファイヤーが効く。ケアルも効きます。名前なんですか、だから名前。スカルミリオネね、スカルミリオネ。スカルミリオネだって。腹立つな。あ、その後ろ姿これなんだこれ。飛行機ゲットします。めっちゃ可愛いな。こっち向くんじゃないファッションも。みんないいね、よく聞いて。飛行機を盗みます。このファッションモンスターってやつ。マッケンジ。マッケンジ。マッケンジで。マッケンジ。絶対これ失敗するわ。すごい、強盗用服装、強盗専用って書いてある。そうそう、これ強盗用。あ、ちょっと顔が見えない。強盗用の服装選ぶ。これも、あ、これちゃんとあの、あれだわ。あの、ほら、お下げ出る。あー、ちょっと俺の口紅が色っぽい。お下げ出るね。口紅が見えてる方がいいな。お下げないとダメかな。あ、これいいね。これかな。そうそう、ストリート戦闘。俺がパイロットで、お前ら地上チームなんだ。へぇ。そうそう。そうっすよ。あ、これでいいじゃん。いい、露出上げてくんね。いいよ。やめろっつんだよ、もう。これでいいよ、これで。ファッションモンスターだよ、ファッションモンスター。俺地上チーム。俺も地上チーム。そういうことじゃねえな。そんな感覚でやるんじゃねえよ。いいから行くよ、もうほら。落ちて。見て、これカルシウムバッチリ。カルシウムバッチリだね、それね。カルシウムバッチリ。地上チーム、運任せって書いてある。チーム、運任せ。運任せ。運任せって感じはするわ。当たるも発見、当たらぬも発見。出てきたよ。それは運任せ。あーもう不安だわこれ。運任せ。もう不安しかない。セキ。あー、それ乗して赤鬼の車乗ってみたい俺。乗ってみたい。赤鬼の車。あーもう乗りたかったな。はいはい。ちょ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 。
引かれた引かれた。ちょ、ダメ。こいつらちょっと。あー、これまたチープライフ減るやつだよ。あー、何やってんの、ちょっと。ちょっともうスラムダンク。来いよベネット。ちょ、待て、カワソ落ち着け。ここで俺たちが大人になろう。ここで俺たちが大人になってミッションを、あ、ほらーしょい、ミッションを遂行するぞ。やめてよ、やめてギリ、やめ、もうやめ、もうやめ、スラムダンク。よし、やった、コンボ、ダブルスラムダンクした、コンボ食らった。はい、チームライフがゼロになりました。よし、行くぞ、行きましょう。誰も死ねないからね、もう誰も死ねないからね、誰も死ねない。まあ、いいよ。スカリオネには何が…バカタク、バカタク、バカタク、バカタク。バルバルシアの倒し方はスラムダンクです。ちげえ、コンボでね、コンボでね、あのコンボ、ダブルスラムダンク時は一発目のスラムダンクで風を吐いて、そう、2発目でそうね。そう、俺のフェイクの、俺がまさか来るかっていうスラムダンクで一回風を吐いてから本命のスラムダンクで飛ぶ。これね、これ攻略法だった、攻略法だよね。いや、ちょっと FF 知らないの人間さん、なんか質問ありますか？いや、俺が言ったんだよ、俺目指してる。なんだったらちょっと反省してるわ、お前らが。FF をネタを引っ張っていって。だから結果的には野源が悪いってこと。そうですよ。俺だからね、もうほんと一人だけ超今乗り出遅れてて、うん、楽しい夜のドライブ中ですよ。なるほど。ごめんね。いや、でも油断してたらマジでまだダブルスラブダック入れますから。じゃあちょっと気をつけて、かわせるようにして。俺はなんていうんですか、大丈夫なんですけど、赤鬼さんそういうの分かんない人なんで。分かります、大丈夫です。加減とか聞かない。さっきも傷跡残さないとカットされるっつってむちゃくちゃしてた。あさ、お尻ペンペン感覚でスラムダンクやんないで。目。あ、俺なんかハイウェイ下降りちゃった。ダメよ。マッケンジー遠い。いや、これ赤鬼の車乗ってるよかった。早いわあれ。しりとりでもしますか、じゃあしりとり。はい。ベイマックス。トラトラトラ。あれ今しりとり始まってなかったですか。マックスでしょ、マックス、ベイマックス。だいぶ厚めにしりとるんですね。そうだね。しりとりのルールもう逸脱してますよね。じゃあこういうのどうですか。トラトラトラの後は何す、連想ゲーム。連想ゲーム、はいはいはい。今のが連想ゲーム、ちょっと当たる感じだったんですけど、連想ゲームが最初からやりたかったんですよ。赤尾さん、じゃあ早く最初のやつやってください。なんで俺無視。あ、じゃあ。はい。はい。なんすか。スカルミリオネ。ね、猫。いやいや、ちょっと待って、今、連想ゲームって言ってたのに、なんで私、しりとりに戻すのね。意味がわかんない。スカルミリオネ。そう、デッドヒート、デッドヒート。デッドヒート。デッドヒートしなくていい。デッドヒートしなくていい。これちょっとあれみたい。あの映画。なんでしたっけ、映画。ワイルドドライブ。ワイルドドライブ。ワイルドスピードね。ワイルドドライブ、ワイルドスピード。なんかこういうシーン なんかあったような いろんな映画にあるよこれ、多分100本ぐらいあるよこういうシーン。なんかジャッキー・チェーンとかがこの上に乗ってるやつ。それは多分だいぶ絞られてくる。あいやーって、あいやーって、ポリスストーリーじゃないかな、多分。レッドブロンクス、それレッドブロンクス、レッドブロンクス。なんでこれ撃たれてんの、何これ。なんか撃たれてんだけど、どういうこと。なんか悪さ働いたんじゃない。お前だよ、お前のせいだ。完全にお前のせいだ。いやいや、今のだってジャッキーの映画的にはしょうがないですよ。ジャッキーの映画的ルール知らないんだよ。ジャッキーの映画基準で全部やんないで、真面目にやろう。真面目にやってみる、真面目にやろう。やっぱお前らジャッキーじゃない。マスクしろ、マスクして、マスクして、マスクして、ジャッキーだー。あれ何これ、え、飛行機を傷つけないようにゲットしろって。飛行場からバゴスを排除しろ。え、どれどれ、飛行場まだついてねえよ。バゴス、あ、これだ。マスクした、マスクした、
マスクしたした。俺もうちょっと、もうちょっと。飛行場に着いたのにガイドがなくなったらもうどうしようもなくないもん。はい、バゴス、うぃー、行け行け行け、みんな行くよ、始まってるよ、戦い始まってるよ。もうちょいもうちょいもうちょい待って。あ、なんか爆破系の何か持ってるやつがいる、やばい。私です。慎重にね。はい、慎重にバゴスしたらいいでしょ。いや、バゴスが分かった。飛行場につけねえ、どうしようこれ。みんな死なら、死なんじゃダメですよ。あ、ここか。撃たれてる。何これ。え、どっから撃たれてる、これ。痛い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 。横から撃たれてる、横から。あいつは。バゴス、こっちやったやったやった。痛い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 、撃たれてる。あ、後ろから撃たれてない、俺ら。撃たれてる撃たれてる。慎重にバゴス。みんなが撃たれてるけど。あ、なんか、やばいやばい。増援来るって。あ、マジかよ。やばい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 。これやばい、これやばい。あ、すげえ来てるよ、すげえ。一回ちょっと位置をどっか、どっか、ま、なんか守りやすい位置に移動したい。ひたすら結構俺撃たれてんだよね、これ。やばいやばい、トタンがなくなった。あ、いや、スラムダンク。わわわ、やばいやばいやばい、やばいやばい、撃たれてる撃たれてる。あー、死んだ、マジか。アフェイさん死んじゃった。さ、耐えて耐えて耐えて、みんな耐えて。これ失敗だ、これ失敗だ。え、全滅？パイロットメンバーが死んだから。あ、なるほど。うん、これ俺は死んじゃダメなんだ。そうそう、だから奇跡的にあの最初のダブスラムタックで生き残ってたってことだよ。なるほどね。アウソさん、なんであのハンドが。ああ、俺よく。何人が群がったの、これ。あぶねえ。イェーイ、俺が運転するぜ。めっちゃ。めっちゃ行ってくるよ。さあ、これ隣にいる人誰？私です。あ、こいつ赤鬼の車みんなパクろうとして全力でぶらがっと。赤鬼さんの車早い。競争に負けたわ。俺の車だぞ、行けよ。カワウソ、あの運転死ぬほど下手だから多分すげえ怖いと思う。めっちゃ突撃するんだけど。はいよー。帰ってく、なぜ帰るの？スラムダンク。ああ。危ない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 。パイロットが死んじゃうから。危ない危ない危ない。慎重に慎重に。直前でブレーキ踏んだ。すげえ。私未来が見える、ね。やるなあいつ。スラムダンク。なんか慎重に攻略しよう。掘り刺していった。あ、オーマネリ。あ、違うじゃない？こっちのさ、こっちの橋の下とかよくない？そうだね、このなんかもう赤いレーダー見えてるから。そう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 。俺がかく乱しますよ、こうやって。撃ってこう、撃ってこう。俺の車っすから。俺の車。ほら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 。俺のかく乱力すごくないですか、これ。走ってる、なんか走ってる。何かが走ってる。はい。はい、いっぱい来た、はい、いっぱい来た、はい、敵いっぱい来た。なんか爆発してっけどさ、その飛行機傷つけちゃダメっつってるからね。あの、そう、爆発物使っちゃダメだよ。やばいやばい、俺ちょめっちゃ撃たれてる、足が。もう死ぬなよ、絶対死ぬなって。次は死なないから大丈夫です。死ぬんだっつって。みんなと合流したい。あ、でも順調になんか減らしてるね、いいね。でしょ。いや、お前じゃねえだろ。飛行機がどこにあるかが見えないんですよね。飛行機は多分ね、あのそこの格納庫だ。俺見えてる。セスナみたいなのあるよ。横からめっちゃ来てる。なんか藍色のあの点通が丸が多分飛行機で、それ見えてる。俺見えてないっす。俺見えてる。俺のとこからも見えますね。これフェイさんがとりあえず乗るっすか。それとも、いやー、これお前、これは掃除しないとさすがに無理だろう。あ、敵倒さないと無理だね、うん。後ろからめっちゃ来てますけど大丈夫ですか。処理して頑張って。もうホーミングミサイルとかであの車ぶっ殺していこう。ラジャ。ああ、クソやられた。ああ、車で敵が来てる。あ、誰か死んだ。誰か死んだ。おかしくねえかこれ。おお。あ、一人死んでもダメなんだ。ダメだ。いや、あの、チームライフがゼロだ。チームライフが完全に尽きたらダメなんですよ。ダメなんだ。だから、ま、真面目にやんとダメだこれ。真面目真面目、俺ずっと真面目。ずっと真面目。そう、ノゲゲン以外はずっと真面目。
ごめん。はい、俺も真面目。俺も真面目。ずっと真面目。ずっと真面目。見て、ほら、キル数6だからね、俺。ひどい。あ、ほんとだ。おー、いいね、いいね。俺1だからね。俺3。俺1だからね。すごいね。ほら、カットされるよ、ここ、ほら。下手だから、下手だからカットされる。下手くそはカット。カットされるよ、ここ、絶対。俺でもカット。絶対。絶対ね。カットされないと思うな、これ結構面白いからね、今。こんなリスタートばっかり。あれでしょ、あの、またパクルレース始まるんでしょ。パクルレース始まるでしょ、これ。全力出して。みんな罰連射してるでしょ、これ。マリカーバリにね、スタート出してみる。あれ、ない本当だ。あいつの車がないんだけど。あれ赤鬼の車は伊勢かけて。あ、あった、横にある。やべえ、マジそこにあったのか。さあ、見えない。よし、乗った。入り口吹かれた。一回赤鬼の道を編んで、お前チャリなんだよ。ちょっと俺チャリどっか行ってじゃないですか。今ね、ちょっと引かれ方がカビがかってたね。なんでおめえチャリなんだよ。絶対ダメだろ。なんでチャリ乗るの。そして引くなっつってんだお前。殺すなっつって。危ない。ちょっとアーマーね。アーマー大事にしよう。アーマーあったから。あー、面白い。やべ、死ぬ。死んだ。やべ。もう死ねない、もう死ねない。めっちゃ来てんな、すげえな、これ。うわ、ちょっと目の前にいる、目の前に敵がめっちゃいる。無理。よし、カワウソ行け。はい、カワウソキラー。カワウソキラーじゃない。ハンドガンカワウソ。よしよし、4人。まだ車来てる。いや、もうこれ盗むしかないんじゃないですか。え、本当？この中で？いや、だってこれ敵来すぎですよ、これ。死ぬぜ、これでも。すげえ来てるよ。マジ？あ、死ぬ。行けば行けるぜ、俺。行くか、じゃあ飛行機行くよ、俺。うん、行った方がいいと思う。あ、わかったわかったわかった。ちょっとやりやっ。これでもちょっと援護来てほしいな。飛行機の前の人間めっちゃいるんだよ。そっちが行く。撃たれてる。飛行機のとこに今いるんだけど撃たれてる。俺もう HP がね。これ HP 回復する方法とかないんですっけ。ない。くそ。そしてね、飛行機の運転が久しぶりでわからん。やばい。さ、そっち側行けなかった。あ、反対側にいる。裏にも敵いるわ。難易度高いこれ。これ無事な。でもこれ受け切るんじゃないの。こんなさ、でも。いや、絶対無理ですよ、これ。本当？めちゃくちゃ食いますもん。あ、道路側からどんどん来るんですよ。車でガーッと突っ込んじゃいます。そうね、車でじゃあもうさっさと中に入り込んで、追っ始めるとか、もう乗ってしまって、一気に離陸を狙うか、じゃあ。一回それやってみようよ、とりあえず。結局、パイロットがフェイさんだから。うん、オッケー。飛行機乗って、俺たちがその下で援護して守れ。俺、飛行機の位置もきっちり分かってるんで、俺が運転した方がいいですね、車は。じゃあもう、飛行機の横につけよう、もう車で。そう、つけちゃって、もう出ちゃうっていうのがいいと思う。でも赤鬼さんは、赤鬼さんはスラムダンク禁止ね。出ちゃう。スラムダンク一応見てたぞ。出ちゃうとこだけ来た。出ちゃうとこだけ。禁止ね。これ4人乗りの車がいい。4人乗りの車に全員で乗って、飛行機、俺が飛んでくときに援護してほしい。4人乗り。4人乗りないです。真ん中のその灰色かな。いっちょっと、3人。ちょうど来た。おい、あいつ話聞けよ。4人乗りの車乗れっつってんだ。あの野郎、マジで。4人乗り乗れっつって、3人が3人が赤鬼の車を盗みに行った。本当、恐ろしいですね。そう、どもが聞こえますよ。よくない。いや、こんなクズどもとでも俺はクリアしてみせるぞ。あー、失敗してる。突っ込むの失敗してるのね。ダサい。行くぜ。はい。
はい、どうもどうも。問題はこんな状態だよ。あ、うっそ、無理でしょこれ。ほら倒さないと。あ、終わっちゃったよ。あー、まあ無理か。無理でしょ、相当いるもん。いいか、中のやつはやっぱ減らさないと無理だね。うん、でもね、今のはあれでしょ、2人先に行ったからでしょ、だから。そうだね、4人乗りの車っつってんのに。ね、あれ先にあのピンクにみんな群がって行って。群がってってね、蛍光色にね。そう。反省してみんな、ちょっと。謝って、のぎげんさん、謝って。すいませんでした。あれのぶといのぎげんさんが。4人乗りだよ、4人乗り。4人乗りね。4人乗り。うん、絶対4人乗り乗るわ。おい、やめろや、リズム天国始まったじゃん。リズム天国始めちゃったよ、もう。あの、飛行機さ、一回取って持ってきて。そんななんか、パン買いかせる感じでできないよ、こう。ペロって、ここに持ってこい、ここに。ペロって。みんな飛行機がすごいね、俺、ハンドガンだからね。先輩か、ほんと。わかった、わかった、じゃあ俺、やるわ、やる。また絶対だ。ちょっとあのフェイサー動いてないよ、フェイサー動いてない。違うよ、ピンクを盗んだのが俺なんだ。何行くぞー。お願いします、お願いします。で、自転車なんだ。誰だよ、自転車持ってきたやつ。直樹さんでしょ、どうせ。それ俺、車盗まれてんの。この車さ、海に沈めようぞ。これで行こうか。これで行こう、これで行こう。これでね、争いの元を立ったんだよ、俺は。おい。わぁ。わぁ、俺んとこに来たわ、請求。あ、車沈んだからね。請求、俺んとこ来たわ。争いの元を立った、俺が。集団行動しましょう、みんなで集団行動。集団行動できるように、まあみんなね、やっぱこの車が魅力的すぎるんだよ、みんなに。そう、あなた一回海に沈めよう。一回ね。一回沈めよう。赤い点で映るんだよ。いけぇ。バシバシ撃たれるよ、これ。いけるかな、この程度掃除したら。ちょっと飛行機行ってみるよ、俺。うん、はい。みんな飛行場の滑走路付近にいる敵バンバン倒して。めっちゃ俺タゲ集めてるからね。オッケーオッケー、素晴らしい。とりあえずこっちのやつ。あ、でもまだ俺飛行機撃たれてる。なんとかしよう。正面のやつやりました、正面のやつ。やつ4人くらいやったから、多分もういける、もういける、もういける。あ、ベラム回収した。よし、いいよいいよ。飛行機。おっしょしょしょ、オッケーオッケーオッケー。飛び立つの結構大変だから。てか何これ、曲がれない。え、何これ。滑走路に行ってください、滑走路。あ、間違えた、わかった。これ L ボタンで横に曲がるんだ。あいた。あ、違う、逆。あー、これきつい。ごめん、やっちゃったと思う、これ。うわ、あ、なんか死んでる、誰か。2回死んだからもうダメでしょ。あ、でもなんか、ちょっといいとこまで行きましたよ。なるほど。いくら言ってもやめないです。でもこれ、また出てきちゃうでしょ、車。いやいや、あのね、メッセージが来ました。あ、そうか。あなたの車が壊されました。電話で来た。海に沈んでいったからね。ピンクの赤鬼か。やめて、もう、争いやめよう。これでもう、ピンクの車はもう、なくなった。で、また、あの、前に出てたらどうしたらいいんですか、もし。もうやらないです、やらないです。もうやっちゃダメです。もうピンクの車あってもない。もうないです、来ないですよ。だって壊れましたって言いましたもん。へぇ、みんな大好きなね。スラムダンクか。なんか、かわいそう。ほら、ない。ほんとだ、ないわ。黄色い車しかないですね。黄色い車、これ誰かなんですか。これ誰かのです。二人乗して、待てちゃんと二人乗して。いやいや、これ乗って残りの二人乗して。あ、でもこのこれの方が強そうじゃないですか。これの方が強そうじゃないですか。これ乗ったらいいの。それ4人乗れないでしょ。4人乗れないからダメだ。じゃあこれこっちだ。はい、こっち乗って。すごい、今回真面目に乗っ…いや、ちょっと待てよ。後ろでなんか…まあいいよいいよいいよ、もういい。あの人はオリジナリティ。彼はオリジナリティでいい。あー、降ろされた。まあ喧嘩。OK。
喧嘩売られた。やめ、ま、たやめこれ。お前それでライフ減らすなよ。また戦力足りないよこれ。大丈夫大丈夫大丈夫。これどうすればいいですか。突っ込めばいいですか。遅れて現れるから。大丈夫大丈夫。いやあのね最初の入り方は突っ込みだと死んじゃうのでちょっと掃除して入ってる。静かに。入り口から。静かに。ボーボー臭い。ボーボー見てる。ボー。掃除しながらスッスッスッって入っていくよ。スッスッスッって。スーツ。え、もう行ってもいいと思うよ、これ本当？これもう中入れるのかな。行くよ。この中に赤鬼滑走路の車どけて、それあると多分無理だから。はい、倒した。あいしゃい。これね、どけるっつったって降りないといけないっすね。あ、ほんと無理。回復アイテムあるじゃないですか、これ。おぉ、フェイさん、ペラム回収した。よし、これでだいぶ減ったでしょ。結構減らしたぜ。あ、痛い痛い、どっから撃たれてんのこれ。あ、痛い痛い痛い、死ぬ。ダメか、ダメか。飛んだ。助走が足りないか。あ、行った。あ、飛んだ。浮いたのに。浮いたのにな、今。しかったな。浮いた。だから見ると、あのね、フェイさんが見事に飛び立った瞬間。浮いたんだよ。飛んだ瞬間に。そう、離陸まで行ったんだけど惜しかったな、今。安静しよう。反省しよう。ロギンさん謝って。ごめんなさい。わかった。不服がすごい。不服が。そりゃ不服になるわ。まあね、全面的に俺が悪いわ。めちゃくちゃだもん。号泣謝罪会見するわ明日。誰が悪いかっていうのはちょっと見た目に出ちゃうからね。そうだね。ふざけてる人が分かっちゃうんでね。完全に一番左のブスだろこれ。あ、復活した。でも乗るな。やめないで。やめてあげる。あ、やめたね。よかった。まだ争いが続くようなら俺はもうまたそれに制裁を与えよう。また俺はそれを海に沈めなきゃいけないのかな。罪がないのにこの子には。あるわ。最初にスラムダンクじゃない。待って、ランナーうない。めっちゃ揺れる。これ飛んだんじゃないですか。これでどうすか。だいぶうまくいった。あー、木に引きかかった。いや、やっぱ滑走路これ掃除しないと無理だよ多分。すげえなこれ。あれ、車がない。壊れてるんで。残念ながら壊れてるんで、ちょっと今から保険会社に電話です。面白いな。あ、それでだ。それでさっき遅かったんだ。保険会社に電話すれば戻ってくるんだ。戻ってきます。保険会社に電話すると保険に入っちゃう。そう、回してくれるから。保険会社に電話です。かわいそう、吹っ飛んじゃって。俺今日赤鬼さんの個人所有物破壊してばっかりですよ。ヘリ、最初にヘリ破壊された時の驚愕はすごかったですよ。ごめんよ。これ、やっぱちょっと迎撃してみるのも手かなって気がするんだけどな。まぁ、あ、ちょっとなんか減らす作戦ちょっとやってみる。強行は無理な気がするけどね。真面目にやって減らしてみる。どいて見えない。
君たちがいるせいでスナイプが狙えない。よし、倒した。あと1。倒した、倒した。あと1いる、あと1いる。あ、いた。くそ。できれば、車どけてきてほしい。ちょっと、2人で行きましょう、じゃあ。これっすね。よし、じゃあ飛行機出してみるか。はい、あ、危ない、危ない、危ない。車どける？車、これ、車どけてほしい。1台下げました。これね、これ問題が一つあるんだよ。飛行機を無事に着陸できる自信が俺にはない。だってこんなの運転しねえもん。離陸初めてできるじゃん。でこれちゃんと着陸するのかっていうところが超難しいから。できるでしょ。いやいや、これめちゃくちゃむずいからね。あ、飛んだ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 。俺ら逃げるよ、俺ら逃げるよ。飛んだ。もう何これ、高度が上がらない。何これ、え高度が低い。滑走路にとどまって向かってるバゴスの公園を片付けろっつってるね。全部倒したよ。でも負けに一応離れろになった。離れろ。いやー、みんなごめん、運転これ難しいっす。出れる。逃げよう。何これ、めっちゃ傾く。何これ。いやー、これ飛行機落ちやだな。うわー、これ難しい。飛行機が落ちてね、番組的にも落ちる的なね。難しい。ワトがよろしいようで。これはね、大変難しいよ。爆発した。あ、何これ。失敗した。え、何なのこれ、マジで。なんかおかしいよ、飛行機が。なんかね、操縦不能みたいになる、頻繁に。あれじゃないですか、燃料切れたんじゃないですか。え？いやいや、燃料とかないと思うんだけど。今勝利を確信して冷蔵庫にペリエを取りに行ってたんですけど、戻ってきたらベラムが破壊されたって余裕で。うわ、前に橋がある。怖い。ほぼもう直線ですね、もうこれ。いやいや、橋があるから、あの橋は越えたくない。怖い。あの橋の下くぐるとか絶対やんねえぞ俺。いや、やっていきましょうか。からの絶対やんねえ。からの絶対やんねえ。あ、すごい、なんとかドームみたいなやつがあるっていうか、高度低いな。これ低いな、マジで。ブル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 ってなるんだよね、なんかね。怖え。あ、なにこれ。どうしたんですか。アプリケーションエラーで落ちた。落ちてった。あ、でもね、もうテスラね、壊れてない。これね、その場所に行ったら行けるんじゃん、これ。本当？でもこれどうなった？なんか安定したよ。え？夜景が綺麗。あ、めっちゃ天気。赤鬼さん自分の車回収してたじゃん。捨てられちゃうんだね。もう一回海に捨てようと思った。夜景に癒される。暖かい光だ。なんか目的地ってどんな感じの場所ですか。広いところですか。いや、滑走路、格納庫みたいですよ。滑走路に向いて周りに、なんていうか、こう建物とか普通にあるようなところにちょっとだけある滑走路ですか、それでも飛行場ですか。多分ですけど、今までヘリとかパクってた飛行場です。ああ、そこか。いいね。ただ心配どころは、あれだな、周りにある置物系がちょっと心配だな。引っかかっちゃう的な。そう。うちの周りで何か急患が出たみたいですね。大変ですね。サイレンの音で火事か急患か分かるんですよ。じゃ、病気で呼ばれてる消防車かどうか。違いあるの？違うんですよ、2種類。警察と消防と救急は全部音違いますよね。俺全然意識したことないな。消防車が鳴らすやつも音違うんですよ。パン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 みたいなやつですね。結構元気だ。もう一回行きますか。パン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 。あ、これ無限にやっちゃうから。ちょっとね、だんだんそれだんだんちょっと聞いてきました。いや、だんだんちょっと、よかったよかった。なんか俺ちょっと感想ね、そういうのちょっと俺
ちょっと気に入っちゃうんだよね。やばいな。カウソのちょっとそういうのに弱い。ゴーよくゴーを制すみたいな、ね、力技みたいな、押し切られて負けるんだよ。さっきこの辺でボゾンって言ったから落ちましたよね。右の方に行くのやめて左から行きます。縁起を、弦を担ぐ。なるほどね、なるほど。アプリケーションエラー、アプリケーションエラーゾーンかもしれないから弦を担ぐ。あらら、てかさね、言っていい、はい、暗い。これ着地できるか。これギューンって右の方っすね。ギューンって右の方。これちょっとイラッとするんだよね。ギューン。簡単に言うのすげえ。簡単に言うのすげえイラってくる。消防車のサイレンの音ってどんなんでしたっけ。バーバーバー。ちょっと好き。それ好き。それ好きなんだよな。俺もこれ好き。あ、でも近いっすよこれ。近い。もうちょいです、もうちょい。これほんそのでっかい滑走路に下ろしちゃって大丈夫？ここみたいです、はい。これ降りて、うん、あの格納庫に入れたら、格納庫に入れるまでする、はい。わがままやな。そうそうそう、頑張って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 、滑走路。お、頑張れ頑張れ、これこれ、お、着陸しました。着陸しましたね。でこれでぐるっと回って戻って、そう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 、まっすぐ行って左手の格納庫ですね。これでまた離陸したら面白いですよ。もう一回やり直し、絶対しない、絶対しないもん。あ、行った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 、みんなみんな、着いたー、やったー、やったー。ちょっと、ね、言っとくよ、これほんと大変だったからね。動画見てる人はあっさりクリアしたかのように編集するけど、いやー、もう楽勝だったわ。何時間やったのっていう、わずか20分ぐらいの出来事でしたね。いやー、これ大変だったな。いやー、お前らほんととんでもねえわこれ。いやー、すごいわこれ。言葉の編集暴力だよ時には。あ、俺のいい顔、俺のいい顔がね。そりゃそうだよ。クリア。なんすかこれ。あのさ、銀あのなんで俺ブロンズなんですか。ブスだからじゃないですか。やった、ランク上がった。マジでブフーン。これはこいつらじゃ3時間かかるわこのメンバー。あー、この見た目見てみ、これ。いやー、なんだこいつら。ほんと人が人を選ぶにあたって一番大切なことは何だと思うね。あ